皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は認識の折というお話をしたいと思っています。緩やかなコミュニティであったり、目的が明確な組織であったり、私たちはその中の一員であるって感じられる時っていうのは、何らかの共通の認識の檻の中にいると、そういうふうに僕は考えるんですね。で、この共通の認識の檻の中にいると、共通の正しさみたいなものを一つ共有できると、そういうからくりになっているというふうに思うんですよ。認識の折っていうのは、憲法とか法律みたいに言葉で書かれている場合もあるし、明文化されてない空気みたいなものですね、文脈そのものが認識の折となることもあると。なので、これは必ずしも明文化されてるか不明瞭であるかみたいなことは問わないんだけども、その認識を共有している、その折を共有している、その中にいるからこそある正しさを共有しているということだと思うんです。具体例を出すと、昨日か一昨日か忘れましたけど、マスクのお話をしましたけど、今日本ってマスクをつけないと外も歩けない空気があるよねと。これは一つの認識の折なんですよね。マスクをしないといけないよね、するのが正しいよねっていう認識の折があって、めっちゃ空気読めない人がいたら、そんな折は見えないから、マスクつけずに歩いたりも極端な話できますよね。それはもちろん、その空気だけじゃなくて、今コロナがとかっていうことを知っているからっていうのもありますけど、それも知らずに、かつ空気も読めなかったら、本当にマスクつけないと思うんですよね。なんでみんなマスクつけてるんだろうって多分なると思うんですよ。それはこのコロナがこういう状況でとか、あとはこの日本のこのマスクつけないといけないようなこの同調圧力がっていうのを認識して、その檻の中にいるから初めてつけなきゃだよねって思ってるということだと思います。で、言語化されている方の檻にしてもそうで、例えば僕が今すぐロシアに飛んでロシアに降り立った時に、何の意識もなく犯罪を犯すかもしれないですよね。それはロシアにとってこれはもう NG ですよっていうことが法律とかで言語化されているはずなんだけども、僕はそれが読めないし知らないがゆえに、何の悪気もなく法律を犯す可能性があると。これは共通の認識の檻の中にいないから、ロシアの中ではそれが適用されてしまって、自分は逮捕されてしまうかもしれないと。こういう大きな話だけじゃなくて、日常の人と人とのコミュニケーションも共通の認識の檻の中にいないと正しさを共有できないから、正しさを共有できないことはとても危険なんですよね。例えばなんかオリンピックの話で、何でしたっけ、森さんがこうねバッシングを受けて辞めちゃったみたいな話あると思うんですけども、ああいうことって世の中にたくさんありますよね。あれもいわゆる現代的な価値観というか、現代の流れからいくと、やっぱり差別はダメだよねというね、認識の折があって、でも彼のようにいわゆる旧時代的な差別が当たり前にまかり通ってたような時代の認識の折の中にいると、全く違う折にいますから、こっちの折にいる人からすると、あっちの折にいる人がもう悪魔に見えると、あっちの折にいる人からすると、こっちの折にいる人がなんか意味わかんねえよってことになると。だから共通の認識の檻の中にいないと正しさを共有できないから、コミュニケーションが成立しないってことだと思うんですよね。もちろんその差別を良しとする、差別を良しとしないっていうのを一個抽象化したレベルで、差別する人もしない人もいろいろあるよねぐらいの、認識の檻の中でコミュニケーションすれば、なぜ女性蔑視みたいな発言をするのかってこととかをもっとフラットに対話できるんだけども、そんなことはなかなか難しいですよね。それはやっぱりそれぞれの正しさを一個抽象化して、みんな正しいよね、あなたの正しさって何なのか、私の正しさって何なのかってことを語り合えるレベルの認識の折を持っていない限り難しいなと思うんですよね。そんなことをしだすと、究極は人を殺しても良いかどうかみたいなことを、殺しても良いかどうかっていうディベートではなくて、殺すっていうのもあるし殺さないっていうのもあるよねっていうレベルで分かり合うみたいな感じになっていかないといけないし、それになってくると究極のカオス状態ですよね。ルールなんてものが成立しなくなる、無秩序の極みになってくる、もしくは秩序の極みになる、文化、言語、何でしょう、通貨、いろんなねものを同じ統一して、一つの認識の檻の中で、その地球のね全人類をその一つの認識の檻の中に入れてしまうことができれば、確かに
全人類で一つの正しさを共有できるんだけども、それはちょっと不自由な感じがしますよね。全人類が共有する認識の檻は多分相当難しいし、逆に真逆のね、みんな違ってみんないいの極み、無秩序みたいな世界も、それはそれでこの頑張って人類が作ってきたこの社会みたいなものを全否定する動きというか、まあ本当に人が人をいつ殺すかもわからない状況、いつ自分が殺されるかもわからない状況に身を置くということでもあると思うので、その両極端は難しいにせよ、どっちかにベクトルがね、どっちかを向いているっていうのが社会だと思うんですよね。まあそのなんだろう、秩序の方に向かっていこうっていうエネルギーと、それに反発して無秩序に行こうっていうのが、どっちもどっちで、なんだろうな、ベクトルとベクトルがこうね対立し合っているみたいなものはあるのかなと思うんだけど、まあいつの時代もそうなんでしょうね。秩序に向かおうとする人と無秩序に向かおうとする人たちがガチンコバトルをして、力が強い方に勢力が傾いていくっていう、ただそれだけのことなのかなとか思ったりもしますけども、まあとにかく今日言いたかったことは、その世界の行く末ではなくて、認識の檻、共通の認識の檻の中にいなければ正しさを共有できないので、正しさを共有できないと多分コミュニケーションも相当難しいよっていう話です。逆を言えば、共通の認識の檻を何か作ってしまえれば正しさを共有できるので、コミュニケーションが比較的安全になるよねっていうことだと思うんです。僕がですね、ツイッターとかテキスト上のコミュニケーションであまりね、返信しないようにしてるんですよ。それは共通の認識の檻の中にない可能性が高くて、ともすれば一言一言が誤解が誤解を生むみたいな感じで、争いが争いを生んでしまう可能性があるから、あんましねテキストでねコミュニケーションはしないように気をつけていると。それでもたまに返信したりしている、矛盾してるじゃないかと思うんだけども、それはおそらくこの人は僕のこの認識の、こういう認識の折を共有できているから、きっとこの正しさを共有できているよねと思った場合にのみ返信をしている、こんな感じで使い分けているんですね。まあ、認識の檻というのはあくまでね、その比喩ですけども、そうした一つの檻の中でいる、まあここ共有してるよねっていうのを感じられる人と、その共有できているよねっていう範囲の中でコミュニケーションするっていうのは比較的安全なのかなというふうに思います。まあ、これすごい抽象的な話なので、まあちょっと分かりづらかったっていう方もいるかもしれないんですけども、まあ、僕はそういうことを考えて日々人とねコミュニケーションをしています。まあ、こんなことをかれこれ10年、なんならもっと長い間考えて、同じようなことをずっと考えてるなっていうふうに思うんですね。人と人は分かり合えるのかみたいなことを僕はなんかずっと考えているなという気がしていて、で10年前にバリバリとバンドをやっていた頃に作った曲もまさにこういうことを歌っていたなと思って、今10年後こういうことを今話しているのも全く自分は変わっていないなというふうにも思ったりします。まあ、せっかくなんでですね、その曲を紹介して終わりたいなと思うんですけども、まあ別に、ね、曲紹介をしていく、ポッドキャストではないのですが、まあちょっとねちょうどこの今回の回とですねリンクするところがあったので曲紹介させていただきたいと思います。ホームシックというバンドを僕がやっておりますどうなんだろう、今もうほぼ引退状態になりますけども、ホームシックというバンドの惑星という曲をお聴きください。